お疲れ様です。今日はテオちゃんのケースをちょっとお手入れしようかなと思います。だいぶ水苔がね、こう散らばってるんで、まあこういうのをちょっと掃除して、あとウェットシェルターの中も一回ね、霧吹きとかしてちゃんと湿度を保てるようにしたいと思います。最近は雨がずっと降ってて、ね、テオちゃんもなんだかやる気が、ね、ないんですけど、まあ雨が降ってると、ね、湿度も上がりやすいんですけどね、やっぱりライトをつけてるとちょっと乾燥気味になっちゃうんで、ここでねしっかり保湿をしたいと思います。はい、下のペットシーツとか取り替えたんですけど、やっぱり人工芝の隙間に入ってる細かくなった水苔っていうのはなかなか全部ね取るっていうのは難しくて、まあさっと掃除しましたけど、これ隙間にね落ちてたやつとかは取ったんですけど、なかなかね完全にとはちょっと難しいですね。まあここに隙間に入ってる水苔もね濡らせば、まあ保湿の役に立ってくれるんで、まあこのままにしましょう。最低限ね掃除したんで、あとこっち水苔、ウェットシェルターの中の水苔ですね、だいぶパサパサになってます。下の方は結構湿ってたりするんですけど、このままだとねパサパサのままなんで保湿しましょう。ちょっとかき混ぜてね、乾いてるのを下にやって、でやっぱりね水苔使ってるとどんどん細かくなっていきますね。最初はもうちょっとね形がしっかりしてたんですけど、テオちゃんがこう出入りしたりこうホリホリしてねかき回していくうちに、だんだんと形が崩れていきますね。まあ、そういったとこも含めてね、水苔は永久的に使えるもんじゃないんで、まあ、お手入れがね定期的に必要になってくると。でまあいや使ってみてずっとね同じのを使ってて、今掘り返したのもだいぶ経って3ヶ月4ヶ月ぐらいねしたんですけど、腐ってるとかそんなカビ生えてるとかってのはないですね。匂いもカビ臭いとかそういうのは全くないんで、非常にいい感じですね。よし、じゃあねここに水をね入れていきましょう。よし、これであとちょっと軽く霧吹きしようかな。ね、霧吹きして全体的に湿度を出してあげて、もうびっちょびちょでいいんですよ。どんどん乾いていくし、テオちゃんもねしっかり保湿しないといけないんで、どうしたどうした、ちょっともうちょっと待ってて、テオちゃん。じゃあこっちもやっとこうか。よし、これで
いつもこれで高さ出してるんでね。こっちもだいぶ水苔が隙間に入っちゃってるんですけど、これもね、全然取れなくて苦戦しましたね。しょうがないんで、このまま。あれだ。保湿ね、できるにしましょう。せっかくここに挟まってるからね。でも結構、これ逆に考えると、こうやって隙間に水苔が入ってると、湿度が保ちやすいということになりますね。で、しかも、このサバンナモニターとかが、ね、上を歩いても、そんな散らばらないという、意外なメリットが。まあちょっと見栄えがね、だいぶ悪いんですけど。んで、蓋をして。ずれないようにしてあげて、まあ、ここにね、顔をこすりつけて脱皮を、ね、進めるっていうこともあるんで、そこに切れ端を置いてと。よし。で、バスキングスポットで、今までここに布とかブランケット入れてたんですけど、まあちょっとブランケットにもだいぶ水苔が、ね、くっついちゃってお手入れ大変なんで、こう暗くしたくてね、ブランケットかぶせてたんですけど、まあ、そんな大丈夫かな。一回試験的にこのままで行ってみましょう。これが半透明じゃなくて黒かったら、ね、よかったんですけどね。ちょっと黒いのなくて、サイズ的にこれが、ね、ちょうど良くて、この半透明のコンテナボックスにしちゃってるんでね。なんかまたいいのがあれば買いましょう。よし。あと水入れ持ってきて、りょうちゃんもね、この中にもう一回入れて、お掃除完了です。はい、お掃除終わって、りょうちゃん。入んない入んない。いいよ。クイーン、しょっと。はい、綺麗にした。あんま綺麗になってないけど、水苔もね、ちゃんとお手入れして、湿度もね、だいぶ高くしたから、シェルターの中過ごしやすいと思うぞ。ちょっとね、飼い主がケースの中にいじったからね、ペロペロ確認してるのかな。うんうん、シェルターなんか入っていいよ。
ちょっとそわそわしてるね。まあね、サバンナモニターのお世話はね、ご飯をあげるだけじゃなくて、こういうとこもね、ちゃんとお手入れしてます。特にウェットシェルターはね、ちゃんと湿度を保っておかないと、脱皮不全とか、ね、繋がっちゃうんで、しっかり、ね、お手入れして湿度を保てるようにしましょう。じゃあね、今後もこの子たちの成長記録とか飼育日誌を、投稿していくんでよろしくお願いします。それじゃバイバイ。